ん？どうしたよ、タケ。うちのばあちゃんが足をやっちまってよ。手伝うわけか？いや、なんか人を雇うから最初だけサポートしてやれって。へえ、あの偏屈ばあさんが身内以外よね。で、今日も服とか持っていくんだけどよ。これ見ろよ、これ。大人の男のサイズだぜ。ってことは、雇うのって男か？どこで知り合ったんだか。変な奴なら恩出してやる。かっこいいね、タケト君。うっせえ。たく、一体どんな奴だ？いらっしゃい。お、大人サイズ！パネー。間の孫？間タケトだ。私はイルルだ。16歳、ということにしている。ダメかよ。名前的に外国人か。ばあちゃんとはどこで？ここで会って働かせてくれって言って雇ってもらった。簡単に決めすぎだろ。怪しい。急にこんな駄菓子屋で働きたいなんて裏あるだろう。それで何しに来たんだ？ああ、うん、服をな。エプロンと白シャツ着るやつか。よし、うん。おい、侍女か、侍女なのか。ああ、そうか、恥じらいか。そうだった、エッチ。恥じらいだから服めくんな。中で着替えろ、中で。あ、そういうことか。なんなんだよ、そういう文化のお国柄なのか。生きてーなあ、タケト。タケでいいぜ。どうした？服のボタンが止められない。そのままでいいだろう。じゃあ、これで。お前スケベなんだな。は？何言ってんだお前。見てるし。見てねえよ。俺こっちにいるから分からないことがあったら聞けよ。怪しさの方向性が違う。ばあちゃんはこんな謎の人物をよく雇う気になったな。下心あるやつより意味不明すぎて怖えよ。こいつこんなんで仕事できるのか。これください。毎度。あれちょうだい。これか。さあ、これは一つずつでいいのか。ああ、いいぞ。こいつ真面目に働く気があったのか。いや、俺よりよっぽどか。ばあちゃんが任せた理由はこれか。なんでこんなにおっぱい大きいの。うわ、小学生の無垢なセクハラ剛速球どうかわす。ここは火炎袋で火を溜め込むために大きいんだ。そうなんだ。なんだそのよくわからんかわし方。やっぱり重い？肩凝る？うん。持ってみるか？待て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 。おい、変なことすんな。うっ、なんだ。大丈夫か、タケ。うわー、すまん。あ、そうだな、エッチめ。なんで反応遅れてんだ。バイバイ。またねー。子供がな、好きなんだ、子供と遊ぶのがさ。だけど仕事じゃ遊べないから、子供が楽しそうな場所にいたいって思った。店閉める時間だな。少し遊ぶか。ベーゴマの回し方とか教えてやるよ。おお、あれか。教えて教えて、持ってくる。いいじゃんこいつ。こりゃばあちゃんも安心だな。タケ、お前気に入った。何？俺のセリフだぞ。小林の次くらい。誰だ小林。持ってきたぞ。よく見とけ。おお。人形だ。綺麗だな。届けた方がいいんじゃないか。明日になれば取りに来るだろう。取りに来ないな。探しに行くぞ。この人形の持ち主知らないか。知らない。ところで、タケとイルルお姉ちゃんは付き合ってるの？は？何言ってんだ。そんなわけねえだろ。持ち主探しに付き合ってくれてるだろ。そういう意味じゃねえ。誰も知らないな。そう簡単に見つかるもんじゃねえって。ていうか、落ちてたんじゃなくて捨てちまったんじゃねえかな。いや、探す。他に頼れるやついねえの？あ、スケット。
を連れてきた小林だ。どうも。こいつがイルルが言っていた小林、一見普通だけど、なんだ後ろに連れているパツキンメイド、日常的にやらせてるのか。それよりイルルって魔法で嗅覚を鋭くしたりできないの？なんでいきなりイルプレイやらせてんだ。調教済みってことか。おいおい、調教を受けていいのは通るだけです。ややこしくするな。イルルちゃん、だけお前も濡れてるだろ、一緒に入ろう。外じゃなくて風呂だから恥ずかしくないぞ。どういう理屈だ。青春だね。小林さん、じゃん、竹人形だ、かわいいだろ。お前どこ挟んでんだよ。ここが落ち着くんだ。竹も挟んでやろうか。あれっちかー。